僕自身ナルトという漫画を小さい頃から読んでいて、サスケっていう登場人物をもちろん知っていたんですけど、自分自身の性格とは反対の人物で、自分から闇に落ちていって、自分のライバルであり親友であるナルトすらも切り捨てて一人になろうとした人物ですから、心の闇とかそういうものはすごい人一倍深いものだと思うんですよね。そのサスケという闇とか、そういう部分を陰影を表現していけたらなと思っています。サスケはオロチマルに蛇の術を習ったというか、そういう風な体得したので、なんかそれがこういう風なところにちょっと蛇の鱗っぽいのを表現してるのかななんて思いながら、結構原作とまた歌舞伎とのなんか中間の衣装にできたんではないかなと思っています。僕と巳之助兄さんがしっかりと世界観を大事にナルトとサスケっていうものを演じていきたいと思いますので、ぜひ皆さん期待していてください。お願いします。